シャローシンナローチャンネルのまじまです。こんにちは。今日はぼっち焼肉ではなくてですね、ちゃんとしたテーマを持ってお話をしたいと思います。シャローシ試験は毎年8月に行われるわけですよね。そのシャローシ試験突破に向けて勉強期間が必要であると。勉強期間ってどれくらいの期間取ればいいんだろうな、そこを考えていこうってことなんですけどね。この動画を撮ってるのが年が明けて1月の11日なんですよ。もう去年終わっちゃったんでね、去年のこと話してもしょうがないんで、これから先を見据えていきましょう。まずね、全くね、ど素人の方、言い方悪いんだけど、ど素人、大学時代は法学部じゃありませんでした。そして人事の仕事なんてちんぷんかんぷん何もわかりませんっていうね、そういう方、その、まあ初心者ね、初心者の方がですね、まずこれから始めて今年の試験間に合うかどうか、それを考えなきゃいけないですね。そしてもう一つは、一番遅ければ、最遅でいつから始めて間に合うのかっていうね、この二つの方向で考えていきましょうか。まず、一つ目。今から始めて間に合うかどうかってことなんだけど、それは間に合います。だって間に合わなかったら、この時期にこんな動画撮ってないですよ。間に合うのかなって動画を見たらば、間に合いませんって言われたらですね、ムカつくしかないじゃないですか。ということで、今からだったら間に合うんですよ。だから、今日この動画を撮ってるって話なんですね。それはいいですよね。もう一つは、じゃあ今度は最遅で、いつからだったら大丈夫なのっていう、そこのテーマ絞ってね、話をしていこうと思うんだけど、はい、これはね、結論は簡単です。人による。そらそうでしょ。人によりますよね。中にはすごい人がいましてね、本当にね、初心者なのに、試験の3ヶ月前から全く一から取り組んで、その年の試験突破しちゃう人っているんですよ。実際いる。いや、昔はね、そこそこの人数いましたね。試験が優しかった頃は。でも最近は、さすがに試験難しくなったんで、そんなにね、滅多には聞かないけど、でもね、まだいます。現実に。すごいんです。そういうもう大天才がね、いるんですね。どういう頭してんだろうなと。一回頭割って中見たいなというふうに思いますけどもですね。羨ましい限りなんだけど、まあそういう人のことを語ってもしょうがないんで置いとかしてもらって、一般的にどうなのってことでね、考えていかなきゃいけないんですが、はい、これはね、1月。今日1月11日。いつから始めるかっていうのは、1月いっぱいがリミットと考えてください。2月になっちゃうとさすがにもう厳しい。3月はもうほとんど無理ですね。だから1月リミットと考えていただければと思います。いいですね。でね、そういうことを言うと、こういうね、ご意見というか反論が返ってくると思うんです。いや、そんなに慌てなくていいじゃんと。だって人生長いんだし。ね。何もそんな必死になって頑張って今年受かんなくてもですね、今年は記念受験ぐらいにしといて、来年受ければいいじゃんと。で、そもそも受験勉強っていうのは、その短期間で詰め込んで受かるよりも、ある程度長くやった方が、結局ね、長い目で見て使える知識が身につくって聞いてるしね、と。そういったようなご意見を、口にする方がきっといらっしゃると思います。それに対してなんだけど、それはもちろん一面の真実ですよね。その方の、それは考え方であって、どう生きるも個人の自由なわけですから、それについて私が口を挟むことはもちろんできません。それはそれでだからいいんだけど、ちょっとだけね、社労士を30年もやってる私の意見も、少しだけでいいから聞いてもらいたいな。っていうのが今日の趣旨なんですよ。一個ずついきますけど、まず一つね、今年は記念受験で来年受ければいいだろうっていう、そういうご意見なんだけど、あくまでも一般論で話をします。その意見をおっしゃる方のことを言ってるわけではありませんからね。一般論ですからね。あのね、そういう方ってね、大体往々にしてね、来年も受かりません。不思議なもんで。大体そうなんですよ。そうじゃなくて、今年とにかく絶対に受かるんだって決めてね、必死になって勉強した。でも、たまたまどっか一点足んなくてダメだったって方もいらっしゃるわけですよ。そういう方は、大体間違いなく次の年に受かります。そうなんですよ。記念受験で、まあ適当いいやと思ってやった方は次の年もやっぱり受からないっていうのがね、そういうものということですね。二つ目ね、そんなに慌てなくてもいいじゃんと、人生長いんだからっていうことなんだけど、まあそれもそうですよね。それもその方の考え方だからいいんだけれども、まあ確かにね、なんだろう、人って必ずいつか死ぬわけなんだけども、いつ死ぬかってことはわからないわけですよね。つまり死ぬまで何年あるかは誰もわからないってことなので、したがってここで1年やそこら、慌ててもしょうがないじゃんというね、ごもっともだとは思うんですけども、でもね、逆に言えばっていうか、私の意見を言えばですね、
何も無駄に足踏みしなくたっていいんじゃないですかと。そして3つ目、受験勉強は長くやった方が使える知識が身につくよってことなんだけれども、これはね申し訳ないけどねナンセンスであります。ナンセンス。じゃあね、問いかけたいんですけど、じゃああなたは試験に受かったらもうそこで勉強やめるんですかと。いや、もうね、試験受かったら一生社労しながら関わらないよってんだったらもちろんそれでもいいんですけども、そうじゃなくて、例えば一生社労して生きていくんだってことであればですね、試験受かった後も勉強を欠かせないわけじゃないですか。っていうか必然的にずっとやるんですよ。続けなきゃしょうがないじゃないですか。って話なんですよね。試験ってのはもうだって受かるか落ちるかしかないんだから、早々に受かっちゃって、そっから先のことを考えなきゃダメなんですよね。ちょっと私の話をさせてもらいますね。私が社労試験に受かったのは平成5年、本当に大昔、もう30年ぐらい前の話なんですよね。私はど素人でした。大学時代は経済学部、人事の仕事は全くわからん人間ですね。そういう人間が1月から始めた。当時の試験は7月です。本当に半年しかなかったんですけど、それでもその年受かりました。あの頃の試験優しかったんでね、なんとかなったってことなんだけど、当時試験に受かった時の私の気持ちっていうのはですね、もうね、ま、なんかね、天下無双、天下取ったみたいな気分になってましたね。ものすごい知識を自分は持ってて、誰にも負けないぐらいの気持ちだったんですけど、今の人思えば本当にちゃんちゃらおかしいですよね。ね、詰め込み方でギリギリで受かった人間のくせにですね、そんな風に思ってたわけだから、本当にまあ正直アホだなと思いますけどね。でもそれが、そこから幸いにしてね、受験講師という人に教える仕事に恵まれて、これ30年続けてまいりまして、実務にも携わることでね、実務を経験することで、受験勉強で学んだ、そして教えることでさらに深みを増した、その法律の知識、そこに実務の経験を加味することで、なんていうんだろう、知識のレベルがですね、次元が違うところまでこう、上がっていったんですね、30年間かけてね。それは、私の30年間の教える、そして実務の経験があって初めて身につけられたものであって、例えば社労士試験の受験でですね、公開模試の全国1位の人だってですね、まあ申し訳ないけどもちゃんちゃらおかしいですよってこと。だって机上の勉強でね、ただ知識があるだけじゃないですか。それだけじゃやっぱり実務で役に立たないんで、やっぱりそこに実務を加えてってことね。そういうことも考えるとですね、そんなね、受験なんていつまでもやってるもんじゃないんですよ。受験ばっかりやっててもね、本当のね、高いレベルの能力ってのは身につかないんですね。試験なんてもとっとと突破していただいてですね、そこから先、いろんな経験を積む中で、深みを増す、広がりをね、さらに身につけてほしいなっていうふうに思うんですね。そんなこんなでね、いろいろ言ったんですけども、要するに、1月中に早く始めてね、今年の試験に受かろうぜっていうね、そういうことなんですよ。そのために、じゃあ何をしたらいいのかってことも最後に言っておきたいんですけども、まずね、大前提として絶対に必要なこと、それは環境づくりです。勉強できる環境をね、作らなきゃダメですね。もちろん人によって、いろいろ置かれた状況ってのは違うんでね、どうしても時間取れませんって方もいらっしゃると思う。そういった方は申し訳ないけど、今年の試験は今からじゃ無理と言わざるを得ないですよね。だから、ある程度時間が取れるって方ね、取れるって方は、じゃあその時間を確保できるような体制を作ってくださいってことですよ。時間取れるとしてもですね、で、じゃあその空いてる時間で勉強ばっかりしていたらば、例えばなんか家族の反感を買うとか、そういったこともあるかもしれません。友達と遊べないんで友達から嫌われるとかいうこともあるかもしれませんよね。そういった障壁を先にクリアしておくわけですよ。家族に、そして友達に話をする。8月まで社労試験何としても受かりたいから、専念できるように申し訳ないけど協力してくれないか、なんてことでね。家族や友達なんていうか分かりませんけど、そこはきっちり話し合いをして、お互い納得できる形でね、とにかくあなたが勉強できる環境を作る、これがもう何より大切なことですね。はい。それやった上で、さらに大事なことが、3つあります。一つは、もちろんね、期間が短いんだから、必死にやること。強い気持ちを持って必死に勉強すること。これものすごく大事ですよね。2つ目、ただやみくもにやればいいってもんじゃないんで、正しい勉強法でやる。これはね、私の理解式学習法、概要欄にありますから見てくださいね。理解反復、理解反復の繰り返し。暗記は一番最後ね。最初から暗記しようなんてしたら、この試験受からないですからね。はっきり言っておきますけど。そして、3つ目、夢の確認。あなたがどうして社労士試験を受けたい、受かりたいと思ってるのか。そこをもう一遍再確認するんですよ。社労士の試験に受かって、社労士の資格を取って、それで何かしたいんでしょ、きっと。
何かしたいんだったらば、何がしたいのか。そして、そのやりたいことをやってる自分がどれほど輝いているのかっていうね。つまり、あなたが夢を叶えたその状態ですよね。そこを強くイメージすることによって、やる気が出るじゃないですか。モチベーションが湧くじゃないですか。ってこと。はい。大前提大事なことは環境づくりですね。そして、具体的な勉強にあたって大事なこと、必要なことは、一生懸命やること、必死になることね、強い気持ちを持ってね、勉強法、正しいロジックでやること、そしてあなたの夢をしっかり確認をしておくこと。これをやっていただければ、今からでも今年の社労士試験、間に合います。間に合いましょう。ということで今日は以上。ありがとうございました。